こんばんは皆さん。私たちの日本では新規国債でハイパーインフレーション、物価暴騰や将来世代への負債付け、財政破綻にはなりません。国債は円建てのみです。日本は国際通貨を発行できる国、国際通貨の日本円を発行できる我が国に財政破綻はありません。日本銀行は日本政府のいわゆる子会社です。日銀は財務省の所管です。日本政府の日本銀行は日本で唯一の発券銀行として、現金通貨の紙幣と預金通貨を発行しています。日銀は自ら発行した通貨で国債を買い上げています。これで国債は財務省と日本銀行で帳消しです。国家財政、市中、民間にも実質的に全く影響がありません。日本政府が国債を市中、民間に売るのは、名目は資金調達です。しかし実質は市中、民間の余剰の円通貨を集めて、円通貨の投機操作を防ぐためです。円を集めて国債を渡す、直接買い物できない国債券を持たせ、お金の周りを鈍らせるということ。国債は国が発行し、日銀は国債の事務を賄うと法令、日本銀行国債事務取扱い規定に定められています。日銀の市中からの国債買い上げ、また日銀による財務省からの直接国債買い上げは、円通貨を市中国民に必要に応じて供給するためです。日銀のホームページの中に、日本銀行における国債の引き受けは財務法第5条により原則として禁止されています。これを国債の市中消化の原則と言いますと書かれています。しかし日銀による財務省からの直接国債買い上げは行われています。それは原則は禁止だけれど、例外としてということでしょうか。しかも日本政府財務省から、その財務省が所管する日銀がです。政府のお金が足らないので国債を日銀に買わせて通貨を発行させている、この状態は政策の失敗を物語っているようです。日銀の直接国債買い上げは実質的には政府通貨の発行です。財務省が政府通貨の発行を行った方が分かりやすかったりしてと思ってしまいます。政府、財務省、NHK、テレビ、新聞、マスコミは、国債残高1000兆円は将来世代への負債付け、ハイパーインフレーション、物価暴騰、財政破綻と叫んでいます。現在金利上昇対応のため、日銀は大量の国債を買い上げています。もし政府、財務省、 NHK、 テレビ、新聞、マスコミが叫んでいる国債残高1000兆円は将来世代への負債付けがあるというのならば、それが減ってきているのだから、そのことも叫ばないとと思いませんか。政府、財務省、 NHK、 テレビ、新聞、マスコミの叫んでいる嘘、でたらめに騙されてはダメです。これは彼らの無知、あるいは悪意、陰謀によるものでしょうか。
あなたはいかがお考えになりますか？よろしければチャンネルの登録、コメント、拡散をお願いします。